ちないですね。ギーさん、ギーさん、落ち着きないですね。引っ越しの準備で大変ですね。もう部屋の中すっちゃかめっちゃかです。足の踏み場がない、段ボールが多くて。ねえ、キーちゃんとね、遊ぶ時間もないよね、ほんと。早く落ち着きたいね。働きながらね、引っ越しってね、でそれ全部ね、業者さんに頼んだのね。楽ちんだけどね、そんなね、お願いするほどできないからね、自分でやんないとね。ね、多分ね、見積もりしてもらった時よりね、かなりね、荷物ね、減ってると思う。めっちゃ断捨離してるから。断捨離。そう、あとね、タンスをね、今回思い切って処分します。あとね、電動自転車。もうね、結構乗ったから。で、クローゼットはね、大きいからタンスいいかなと思って、タンスをねクローゼットの中に入れちゃおうかなと思ったんだけど、そうするとかなりもうタンスだけで埋まっちゃうから、それだったらね、なんかうまく活用できないから、クローゼットが、あと何をね断捨離したか、もうとにかく結構ね、不要なものがこんなにあるんだってことがね、わかりました。ね、キーちゃん。キーちゃんは初の引っ越しだもんね。初の引っ越し。楽しみだね、キーちゃん。お引っ越しね。まあまあ大変だけどね。一人も黙々とやってるからね、毎日。引っ越しの日がね、近づいてくるんですよ。だからね、チャックチャックとね、やっていかないと、チャック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 、ね、うん、だってさ、ゴミ出しもほら決まってるからね、間に合うようにちゃんとやっていかないと、ね、あと大型ゴミね、大型ゴミが今回ね、たくさんある。